井上真央に忍び寄るアベノミクス逆効果。吉田松陰は、知っていても妹は知らなかった。とは、再来年の大河ドラマ、花萌えゆで主役、文を演じることが決まった井上真央26の制作発表での一言だ。舞台は、幕末に、吉田松陰が長州で開いた松下村塾、後に、 松陰の一番、弟子、草加減ミスと結婚する文を通して、幕末の騒乱を描くという。もちろん、文が明治維新の意き証人であるのは間違いないとはいえ、放送中の「ハエの桜」の新島屋へと、同様に、主人公のマイナー感は否めないところだ。方向では、08年の「淳姫」、09年の「龍馬伝」、今年の「ハエの桜」と、 定期的に幕末ものを取り上げています主役も昨年が松山健一今年が綾瀬はるか来年は岡田純一と男女が交代になるのがここ数年の流れだけに今回が女性主人公になるというのも納得できますしかし松陰ならまだ知れず無名な妹を主役に据えるのはあまりにも無理があるテレビ誌デスク 十五年の大河候補には、他に、金タク主演で、信長、沖方日野戸原作の三つ国伝などが有力視されていたというが、それを押しのけた理由とは、これもアベノミクス効果ではないかと永田町界隈では噂されています。今長州を持ち上げて喜ぶ人物といえば、山口県が、地元の安倍総理が真っ先に思い浮かびます。実際 第一次政権時代には NHK の放送内容に圧力をかけたと報じられたことがあった安倍総理ですが来年1月の NHK 会長人事にも安倍カラーが色濃い人物の就任が見込まれています政治部記者果たして猛威を振るう安倍政権への NHK なりのおもねりだったのか特定秘密法案をご利用しさせ就任来 初めて支持率を落とした安倍内閣だが、つられて、大我の視聴率も失墜しなければいいのだが。